聞くところによると条例違反を破って渋谷にどでかい広告を出したとあ,<ー>あこれですかこれはカラーの iMac が出た時の広告なんですねで東京都の条例ではですね、えっと、100平方メートル以上の屋外広告っていうのは商業地区では出してはいけないこのサイズは出しちゃいけないれあれは500メートル実はあるんですけどめちゃくちゃ破ってるじゃないですか <laughs> でこれはですねでも条例違反じゃないんですよ<う>え でこれ500メートルですけど目を凝らしてみるとですね筋が入ってる入っててこれって100平方メートルにちゃんと条例にかなったやつがたまたま横に並んでる <laughs> ひどいですよそのあり口いやこれ大変ですねジョブズからこういう指令来てでも条例はこうだから考え抜いてよしここだっていう法務部嫌がっただろうな <laughs> だから大体スティーブがこれやるんだって言うとそんな無理だよってまず 現場の人間だとか言いますよねだって条例ですもん法律を変えないといけないですからそこをですねさっきの洗練を極めるっていうところにみんなが立ち戻るとちょっと光が見えてくる待ってくれよ百メートル大きに筋を入れようこれ別の広告だとまさにシンクディファレンス。あうですねあいろんなプロモーションやって沿線をジャックしようってプロモーションがあったんですけどで例えばあの山手線 全体をアッップでジャックすると、はい、で各駅にアップルの広告でもう駅がですねアップル一色になるっていうのが、うんまあ、とりあえずコンセプトなんですけど、はい、でただですね洗練さを極めなきゃいけないので、うん、アップルの感性に合うおしゃれな駅にはそうするんですけどおしゃれじゃないとこはそれやっちゃダメって飛ばされた駅かわそうですよあれ <laughs> うちの駅やってないって <laughs> 俺駅長だったらちょっと。<laughs> どの駅っていうのはちょっと申し上げられま。あもうそうです、ね。言わなくてもいいですけど。で、どっかの駅飾らないって言っても、それって沿線でパッケージになってるので。その駅に何も出せない、まあよその広告って絶対出しちゃだめですよね。で,すねはい、で、それで何をするかというと、担当の広告の担当が。あのー、ここはですね。何も出さないので。白い白紙の、とにかく貼っとこうとポスターをその白紙を貼るだけじゃ。こういったアップの感性とまた違うので。うん その白紙をこう貼り付ける画鋲これはちゃんと白いものでそれが目立っちゃいけないのでわざわざ白い画鋲を発注してそのためにそれを使ってですね貼ったということでアップルの広告出てないんですけどアップルが手にする手にかけるものっていうのは全てこの洗練さが極限まで突き詰められなきゃいけないと。出さないところにも いろいろなな頭を使ってさないところが、ね、ほっとけないというか、はい、そこはやっぱアップルのこの空間というか次元の中に一応存在する限りはアップルの洗練さを突き詰めないこいその広告がない無の、はい、境地に行った禅の思想がいよそんな発想をですねいろいろとまあやってるうちにそんなの無理だよってまずその抵抗勢力は自分の中にいるんですけど。 そのうちその極めていくとそこからそのすごいシンクディフェレントがまあエンジニアもそうですしまあアップルストアもですね生まれてきてそれがこう実を結ぶっていうのが楽しかったです最初つらかったけど後半はもう楽しいんじゃないですか、うん、そうですねこんなことができるんだってみんなで,で価値観がはっきりしてるからね、うん、そこから逆算して考えやすいっちゃ考えやすいかもしれないですねさあ続いてエンジニア側でございます <laughs> このイノベーション術っていうのは どうなんですかね。僕はエンジニアの世界は全くわかりませんけど、イノベーションとあまり起きにくかったりするかもしれないじゃないですか。起きやすいもんなんですか。もうこうやったらこうしようぜっていう。そういう作りたい世界観みたいなのが、目標からこう逆算していくみたいな思考がありまして。はい、やっぱりこういう体験を作りたいんだとか、はあ、こういう商品を作りたいんだという強い意志のもと。それじゃ、どうやって実現しますかというところが、まあ、まさにそのエンジニアリングと言いますか。はあ 実現したい世界をとか実現したい体験をどうやって作るかを考えることがここの組織の仕事でもあると、うん、普通はどうなんですか今の技術だっっったたらどれががでできるるかかかていう考えが多かったりするんですんそういう会社も多分あると思うんですけどアップルは一切それがなくて。 さっきもありましたけど、はい、不可能だと思っても、じゃあどうやって実現するんだろうということをまず思考することがすごい求められるし、まあ、だからこそ、多分誰もやったことがない難しいことが実現できるのかなと思ったりしますね。最近、エンジニアがこういう技術を開発してきた。じゃあ次はこのオプションつけたろうっつって、どんどんなんか家電がダサくなっていったわけじゃないですか、ね。はい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 。も <laughs> うなんかこれではアップルはまずはありたい姿から逆算するから、なんかああいう。 感じ、うん、なのかもしれないです、ね、まさにまさに達成、うん、感半端じゃないですよねできた時のやっぱり本当に誰もやったことないことを実現する喜びってなのありますね<ー>はい泉<ー>さんどうでしょうかこのアップルのフィードバックブームまあイノベーションをね本当数々起こしてきた会社であると思いますけどやっぱり このお二方とも共通する認識として、やっぱりこのアップルの思想が非常にこう根付いてるなっていうのは、はい、こう今のこの現場でも感じるぐらいなので、やっぱりアップルってすごい教育がうまい会社だなっていうのは、はあ,はあ、あの本当に入社する前から僕はあの感じていて、まあ教育を勉強したいという。 名目,名目というかゴールを持ってあのアップルストアにあの入社したんですけどもやっぱり、まあね、さっきの話ジョブズがあの、ね、かなり怒り散らかしてみたいな、うん、あのイメージから今はものすごくいいあのフィードバックというか、うん、あのちゃんと指摘じゃないですけどしっかりとその人の考え方仕事に対する考え方行,行動の考え方を聞いて もっとこうした方があなたのためになりますよっていう提案をするっていうのがフィードバックっていう文化で、はい、それはすごくそのアップルに入社した時にやっぱりこここれが一番大事だよっていうことであの教わった分野ではありましたね。はあ日本初のバスラッピング広告はアップルが始めたということで<お>川上さんこれははい今でこそまあよく見かけるんだと思うんですけど。はあはあはあうん バス全体を広告にして、はい、おしゃれな街で走り走らせるこれもやっぱおしゃれな街 <laughs> 走ってない街どこだんです。か <laughs> そこ聞きないんだよな。これは渋谷です。渋谷ですね。でやっぱファッションが。なんていうか注目される,る、まあ。まあ確かにかで。バニラの求人広告とは違う街出してる、ね <laughs> ね。確かに僕新宿歌舞伎町近辺でこれ見たことないですから。<laughs> あまり一緒にしてほしくない。まあそれをあのバスラッピングって今はまあどこもやってたりするんだと思うんですが。まあ最初に日本でやったのは。えー、あのアップルがこのシンクでフェント。まあアイマックのこれはカラーの。 広告ですけど、印象的ですね。印象的ですよね。これちなみにこれたあのク、はい、イズ番組出るかもしれないんで、あはい、<laughs> ちなみにどこの町一番最初に走ってたんですか。えすね、渋谷ですか。まず渋谷ですね。うん、<ー>で渋谷の町にさっきのあの条例違反じゃないの広告が出てて、はいはい、とにかく渋谷はまずジャックしよう。なるほど。で渋谷ってファッションの街なので、み感性の高い人たちがいて、非常におしゃれ。 が際立つ。渋谷で間違いないですね。うんはい、渋谷って答えを多分言わないといけない時期が来ると思うんですよ。<laughs> すごいコアなクイズ番組 <laughs> 出ると思うんで、多分渋谷ですね。ああ<ー><ー>なるほど。これから始まったと。始まったと。いうことでございます。まありがとうございます。さあ次ありましょう。ありますか。はいはい。アップルの NDA は人にやってほうほうで、お二人に質問でございますね。ほうほうはいはい。じゃあまず小橋さんから。 多分 NDA NDA も N で結ばれてる <laughs> 知る人は多分いないというのが多分そうですよねでそれは言っちゃいけないですもんあの会社を辞めると、まあ、何年はあの絶対これあの言っちゃダメよみたいなのが、うんはい、サインをさせられて多分要職だからいっぱい知らず<ら> <laughs> ね,ねみんなが知らないこと知ってるでしょうから。 関わってる人たちはまたちょっと絶対違いますよ、ね、そうですね今もひょっとしたらその時のアイディアを開発中かもしれないしかもしれないです言っちゃったらだってもう産業スパイみたいにどうやって会話を進めていけばいいのか分からないですけど、うん、で私の知り合いが、まあ、アメリカ本社であの OS の核の部分に、うん、あの開発に携わった人間がいるんですけど、はいうん、彼はですね、まあ、数年でその NDA が効力なくなるっていうことはなくて えとパペチュアル NDA って永代<う>機密保持契約なんですかね日本て、うん、だから一生言<生>っ<う> <laughs> 生ちゃいけないあ<ー>もう会社はもうアップルはもう何年も前に辞めてるんですけど<ー>だからそういう違いがどうもあるみたいですねまあ誰もそれは,はっきり言わないですけど。うん もうこれはまあ、そっか聞いちゃダメか <laughs> <laughs> まだ持ってますよねもちろん言えないやつは言えないかどうかは言えないです違うん、ストアはあるんですかストアはこれまたもう皆さんとほぼ同タイミングで知りますあ<ー>なんで新商品が明日の 朝から出るらしいっていうのが前日の夜とか,か N.D.M. 何もそもそもみんなと情報そんな変わらない。そうです <laughs> なんかちょっと段ボールが届いたこれ,これなんだ見,見かけない段ボールだなみたいなのが届くと商品がなるほ秘密事でそもそも秘密があることがそうです。<laughs> あんまりみんなと変わらない。もう, <laughs> もうほとんど一般の方とストアの社員っていうのはもう変わらないと思いますね。これちょっと僕もマネージャーやってなかったんで分かるんないですけど、はい、マネージャーも多分一般の方とほぼ変わらない。知らない。 あ届いたなこれおそらくぐらいの何だろうなぐらいの確かに俺だったら無理だな、うん、結べないな俺喋っちゃうんで <laughs> 完全に喋らない仕組みができてますほ本当に知る人ぞ知る社内でも秘密法事があるぐらいなで <laughs> そうです、ね、僕だったらすぐ載せちゃいますよ「来た写真も載せて <laughs> ジャブズありがとう」ぐらいの感じの SNS 載せちゃいますけども写真なんて絶対撮っちゃいけないですね 特に多分エンジニアの方が働いてるどこだったりとかストアでいうとリペアルームだったりとかそういうところは基本はオフレコでございますでもこんなこと言うなら写真を撮りやすくしたのはそちらの会社ですよ本当にそうですよね広めたの広めたのは我々苦労してますよそれでさあ続いていきましょうか皆さんへの質問でございます折りたたみの iPhone は開発中なのか絶 アップル製品のリークの信憑性は